北京市内の高架橋に突然掲げられた2つのスローガン。1枚目には PCR 検査はいらない、ご飯が欲しい、ロックダウンはいらない、自由が欲しい、嘘はいらない、尊厳が欲しい、文革はいらない、改革が欲しい、習近平指導部はいらない、選挙が欲しい、奴隷になりたくない、国民になりたいの文字。2枚目には独裁者習近平をやめさせろと書かれています。つい先ほどこちらの橋には習近平国家主席を批判するスローガンが掲げられました。周辺には警察車両がいます。警戒に当たっているようです。スローガンはすぐに撤去されたということです。中国国内の SNS 上ではすでに情報統制が敷かれていますが、 Twitter などで情報が広がっているものとみられます。